さあ、ポイントのところをうまくカットしたのは大竹です。遠藤純喜から遠藤圭介、いいパスが出ました。遠藤純喜が決めました。1点返しました。藤枝2対1、途中交代で入りましたこの遠藤純喜がゴールを決めました。2対1です。今ピッチ上で大竹でしょうか、倒れていたんですけども、そのままゲームは続いていました。そしてここをうまくボールを奪って遠藤圭介、遠藤純喜、水野から最後は遠藤純喜のゴールです。最後はキーパーを